ホンダゴルフをご覧の皆様、三橋義和です。今回は極端な左足上がりの傾斜について、注意点を説明したいと思います。まずこの左足上がりですが、通常、クラブフェースがですね、このようにですね、斜面に沿って構えてしまうと、すごく上を向いてしまってですね、球が高く上げることは簡単なんですが、やっぱり距離を出すのが非常に難しいので、この傾斜において気をつけなければいけないのは、まずこう地球に対してですね、まっすぐ立つと、あんまりこう斜面なりにこう構えるんではなくて、地軸に対してまっすぐ立つと、いうことを心がけてください。このようにまっすぐ立つとですね、若干左の膝の方がこう深く曲がってですね、右の膝の方が少しこう伸びる形になりますが、このまま構えてしまうと、やはりこの膝がすごく邪魔になってしまうので、この傾斜はですね、少し、左足下がりと逆ですね、同じようにやっぱりつま先をこう揃える形でですね、少し若干こっち側を引いておきます。このまま、まっすぐにこう立ちます。特にこの傾斜でアマチュアの人が多いのは、打つ時にですね、すごくこう体が残ってしまって、腰が引けてしまいます。そうすると極端にこう左に飛んでってしまうので、強振をするんではなくて、できるだけ少しコンパクトに打ち終わっても左足がしっかりこう地面から離れないことを心がけて打ってみてください。それでは打ってみたいと思います。まず、まっすぐ立ちます。左足を少し下げます。このまま、コンパクトに最後までバランスよく打ってくる。ご覧のように打ち終わってもですね、左サイドが一切こう動くことなくフィニッシュ取れるように、ぜひトライしてみてください。